超霜降りの牛が来ました。エビが蒸し上がってきました。バーガーです。麺型で頼みました。日本円で7500円。こんにちはというかこんばんは皆さん、リンゴルフ竹内です。今日はミッションヒルズのがあるパームスプリングにやってきておりますが、パームスプリングのダウンタウンに美味しいイタリアンレストランがあるというのでやってきました。アメリカのイタリアンレストランの 99% の、パスタはアルデンテで出てきません。なんとこのレストランの名前アルデンテです。アルデンテでアルデンテじゃないとちょっと笑ってしまいますが、これからは、アメリカの物価レポートをしていきたいと思います。今日は5人で予約しました。内部はバーがあって、今ウェイターがテーブルをセットアップしています。今日は友人と来てます。禁煙パイポです。私は小指で会社を辞めましたのキャッチフレーズを作った海老原さんです。シュリンプ焼いたエビ、定番のカプレーゼです。楽しみです。アルデンテでしょうか。私はカルボナーラ頼みました。うちの嫁はボロネーゼを頼みました。でお友達海老原さんは、はい、ボンゴーレ。これ何のリゾットですか。マッシュルーム、マッシュルームのリゾット。さあこれはアルデンテでしょうか。食べてみます。うん、アルデンテ、アルデンテ、ありがとうね。さすが店の名前アルデンテで、まあちょっとゆるいアルデンテですが、アルデンテです。とりあえずアクセプタブルです。でお友達が頼んだリゾットを食べます。リゾットアルデンテでしょうか。ジュンさんも食べる？ああ、うん、一緒に食べる。リゾットはおかゆでした。アルデンテではありませんでした。残念ながらリゾットは美味しくありません。うちの愛する嫁が頼んだボロネーゼはアルデンテでしょうか。これまだ使ってないから食べてみたいと思います。うん、アルデンテで美味しいです。じゃあこれこれこれ、エビ原さんの、エビ原さんのリングイニアルデンテでしょうが、大先輩、大先輩、早稲田の大先輩です。うん、まあギリギリアルデンテ。これがアメリカのパスタとアペタイザーと赤ワイン2本の請求書です。アメリカの物価レポートをしております。これプラスチップがプラス 17-18% 入るんで、値段がなんと$350。1人当たり、5で割ると$70、日本円で10,000円。信じられない、高い。ありえない。ということで、アメリカの、物価レポートでした。今日はお気に入りのイン&アウトバーガーにやってまいりました。アメリカ物価事情をこれから調査していきたいと思います。イン&アウトはどこでも10時半からやってます。こんな風に並んでおります。ハンバーガーしかメニューがありません。この5年間ぐらいは一番左側にチョップチリがあります。これ便利なのでもらってきます。今回のボーダーです。ハンバーガーアニマルスタイル、ハンバーガーオニオン&チョップチリ、ワンチーズバーガーアニマルスタイル、
ツーフライ、それからソフトドリンクで、全部で$23.71でした。出来上がりました。バーガーです。ロサンゼルス物価レポートおよび食レポです。今日は鶴市という高級焼肉屋さんに来ています。もともとですね、鶴橋という、ロサンゼルスで一番の、焼肉屋さんの高級バージョンで同じオーナーが出しています。今日はこれ次男です。今日は、私の誕生日ということでファミリーで、お祝いをしてくれるそうです。じゃあ中に入っていきます。今日はこのホールカウコースというのを、何人前か頼むみたいです。孫のアリサです。ペタイさんが来ました。キムチも、高級っぽいです。これ和牛の肉刺し。これ何ですか。炙ったサーモン。タンの刺身が来ました。結構先っぽだねこれ。硬くてあんまり美味しくありません。根元じゃないと美味しくない。なんか超脂っこい肉が来ました。全部和牛です。ハネシタチャコ三角ブリスケゲタカルビショート最初は塩コショウのお肉が出てきます。三角ブリスケットを焼き始めました。このタンは先ほど出たタンに比べてなんか色が違ってまあ根元で美味しそうです。このタンはなんか美味しく焼き上がってます。ここはゾウモス系はタンしかありません。私の年では脂っこくて大変です。 US 神戸アウトサイドスカーフってなんだ。アウトサイドスカーフハラミだ。ハラミ？アウトサイドスカーフってアウトスカーフのハラミです。 US 神戸、US 神戸ってなんだ。チャーハン出てきました。最後のサーロインのタレが出てきましたが油切ってて食傷気味になってきました。もうすぐ、チェックできますのでいくらなのか皆さんにお知らせします。最後のスープが出てきましたが、これがさっぱりしてて一番美味しかったです。デザートが来ました。神戸綺麗カットレットサンデッチ、なんと値段は45ドルプラスタックスで50ドルです。日本円で7500円。家族7人半で食べた今日の会計は974ドル、日本円でなんと15万円、プラス 18% のチップですので170ドルということでかなりの価格になっていますが、お店としてはかなり流行っていて、日本人もいませんがお客さんは入っています。これがアメリカの現状になっています。誕生日のパーティーでした。この鶴市は高級和牛の店というコンセプトで、ターゲットは、日本人ではなく金持ちのアジアをターゲットに、営業してます。日本から輸入された和牛がアメリカのアジア人に受けているということは日本人としてはかなり誇らしいことですが、私はちょっと都市的にトゥーマッチファットっていう感じで無理でしたが、ビジネスセンスを持ったオーナーが作ったアメリカでの日本人が成功しているレストランだと思います。これからどんどん頑張って
日本の和牛を売ってほしいと思います。和牛ではなくて和牛を A4 英語を売ってほしいと思います。皆さんおはようございます。ロサンゼルス物価&食レポ、今日は久々にヤムチャを食べたいということで、うちの近辺で一番美味しいと言われている、ハッピーハーバーレストランに来ております。10時開店で今10時6分なんですが、人が出てきません、オープンとは出てるんですけども、従業員が席に案内してくれない状態が続いております。このようにメインロブスターダンジネスクラブでパウンドあたり、$6.99、ロブスターがパウンドあたり$8.99、1パウンドというのは 450g です。アラスカンキングクラブはパウンドあたり40ドルとなってます。多分3キロぐらいであるので、今回は2人で来てるのでとてもじゃないけれども食べられませんが、美味しそうです。中に入っていきます。伊勢海老です。これはハサミがあるメインロブスターです。それから私がアメリカに来た時はすごく安かったボタンエビです。これがダンジネスクラブ、ここはもう10回以上来たことありますが、美味しいです。こんな感じです。今日はライブシュリンプサンタバーバラを頼みました。スティームしてもらいます。Thank you。こんな感じのメニューで、英語、中国語わからなくてもオーダーできます。先ほど生きていたエビが蒸し上がってきました。ちょっと小さめです。それと皮がクリスピーで美味しいポークです。エビの剥き方を教えます。まずは脇腹からこのように爪を入れてこれを取ります。スープ吸います。でここに味噌がありますので味噌を食べます。こう脇から殻を剥き、この醤油のソースがついてくるんですが、私はこのまま食べるのが好きです。非常に美味しいです。上にトリュフが乗ってるシューマイが出ました。それと私の好きな鶏の足の煮込みです。牛の胃の煮込みです。こんな感じになってます。これは内臓系は私は好きなのでいつも頼みます。いよいよ会計ですが、セールスタックスは約 9%、 合計$89.69ですが、サジェスティティップ、今日はいまいちサービス悪くないので$15ぐらいにしようと思いますが、それでも$5、15,750円、全部で、5品です。生きたエビをスティームしたのがちょっと高かったです。あれがなんと1匹2000円しました。ということであれだけで8000円でした。こんな感じの物価のロサンゼルスです。アメリカ食レポおよび物価レポート続いております。明日からヨーロッパ行くんで、ラーメン食べときたいと思って、What's Up というラーメン屋さんに来てます。うちから約20分から25分ぐらいのところにあるラーメン屋さんで、
ちょうどうちとアナハイムスタジアムの間にあるので、大谷を見に行くときはここに寄ってからアナハイムスタジアムに行きます。ラーメン、餃子、カレー、なんかいろいろ、枝豆、キムチに、ちょい飲みできるようになってます。ちょっと引いてみます。このビバリッジメニューの後ろにあるドラフトビアセット、つまみとビールがセットになってます。いつもつまみを3つ頼んで、ビールを3杯、私が2杯、読みが1杯です。キムチがとても美味しいです。2品目の枝豆が来ました。中華そばです。ここのは豚骨ベースが主なんですが、豚骨の塩ラーメンを麺型で頼みました。会計が来ました。娘のためにチャーハンと唐揚げを都合しました。ということで、なんと84ドル、チップを16ドル入れてちょうど100ドル、15,000円でした。皆さんどうでしょうか、高いでしょうか。今日はタスティンという場所にある、シーチュアンインプレッション、四川料理専門店に来ております。ここはすごく美味しいです。土日は6時以前に来ないと席座れません。ということで今日は持ち帰りも含めていっぱい食べました。辛いキュウリです。美味しいです。これカップルズスライスビーフといってかき混ぜて食べます。私はこれに入っているセロリで生セロリを購入しました。ラムを、小さく切ってふり揚げたような感じです。フォークの、インテスト腸を、揚げてディープフライして、セロリその他野菜と絡めて炒めたものです。あとこれはホイコーロー、英語ではトワイスクックと言いますが、トワイスクックポーク、要はホイコーローというのは一回茹でてから炒めます。日本のは豚肉炒めだと中国人はよく言われます。美味しいです。これキャベツじゃなくてネギが特徴です。この麻婆豆腐も絶品です。今日の会計です。8品目全部で158ドル82セント、プラスこれにチップ 18% がつきます。約2万8000円、5年前に比べると3割から4割は上がってます。ロサンゼルス物価リポートでした。いつもこんな感じでたくさん都合します。持って帰ります。ということで日本円にして28,000円、3.5回、朝飯も含めて 3.5 回分ぐらいの食事になるので、まあまあリーズナブルかなという感じです。満足度は非常に高いです。